今夜は黒いカレーを作ってきます。玉ねぎをミキサーで粉々にしたら茶色っぽくなるまでいい感じに炒めていきます。ストーブ鍋だからあっという間に茶色っぽくなってきます。こんな風にちょっと色がつけば OK。 小麦粉も炒めて真っ黒にしていきましょう。強火でやっちゃうと一気に焦げるんで弱火でやってください。こんな感じになります。こんな感じになったら次はスパイス、ナツメグとターメリックとコリアンダーを入れてもっと黒っぽくなるまで炒めていきます。あと次に入れるのはニンニク。ハリーポッターでこうやって何かを潰すシーンもあったような気がするけど、まあ覚えてない。適当に刻んでって、よっと。さあお肉も入れていきましょう。これで肉に火が通るまで炒めます。こうなったら安いワインをドバドバ入れて、さあこれ本当に黒くなるのかな。水を入れて調節。あと次に炒めたカレー粉を入れます。これをぐるぐるかき混ぜるんですけど一気に黒くなります。さあコク出しにブルーベリージャムを入れてぐる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 。こんなもんかな。もうちょっと入れとこう。おっとっと、危ない危ない、カメラがちょっとずれちゃいました。滑らかになるまで煮込んでください。お好みの粗さになるまで煮込んだらライスにかけて完成です。美味しそうだったらチャンネル登録お願いします。気持ち黒いぐらいですけどお願いします。